片桐かなた役、内田雄馬さん。正解の拍手をお願いします。そして中俊人監督です。続きまして美馬正文音響監督です。美馬さん、マイクをね、マイクを持っていただいてありがとうございます。軽快なステップありがとうございます。改めて盛大な拍手をお送りくださいませ。はい、片桐かなた役をやらせていただいております内田雄馬です。本日は MF ゴーストの上映会にお集まりいただきましてありがとうございます。今日は楽しんでまいりましょう。よろしくお願いします。本日はお越しいただきましてありがとうございます。監督の中俊人です。よろしくお願いいたします。はい、音響監督美馬と申します。ちょっと声帯を痛めてましてちょっと今日なんか声がちょっとねちょっとだけね、一番この声が一番楽なんで。本当に この本当にちょっと声帯を痛めてまして、ね、大丈夫、聞こえにくいと思いますんで、はい、はい、ちょっとなんとなく高いキーを出して頑張りたいと思います。はい、よろしくします。よろしくお願いします。いや、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。僕自身もやっぱイニシャル D もちろん知っておりましたので、やっぱその続きとなる MF ゴースト、まあ、オーディションがあるっていうのを私聞いた時からもうかなり興奮してたんですけど、実際に演じることができて非常に嬉しかったです。本作大変で、もとにかく車がいっぱい同時に出てくるっていうことがもう本当にすごく大変で、スタッフが本当にもう頑張ってくれて、なんかいい意味でそのみんながいろんなスタッフがですね、それで刺激を受けてこうどんどんこうフィルムを良くしていこうみたいな現場のこう高まりがあって、すごいそれはもうすごくこう自分も感動したというか、結果なんかいいフィルムになったんじゃないかなというふうには思っております。美馬さんはどうでしょうか、その完成された映像をご覧になって。いや、もう僕も感無量でございますんで、まあ、今日は一両なのでね、まだ触りの部分なんで、ぜひともカビ15が出てるバトルのシーンがですね、来るか来るかっていう時にユーロがかかるっていうのはもうイニシャル D を継承してますんで、ぜひとも最後まで皆さんに見ていただきたいと思います。スペシャルゲストがもうお一方お越しいただいているということでございます。さあ、イニシャル D のテレビシリーズにて主人公藤原拓海役を務め、アニメMF ゴーストではナレーション担当、三木真一郎さんです。よろしくお願いします。ステージ後方から登場です。はい、マイクをお渡しいただいて。では、改めて三木さん、一言ご挨拶いただけますか。はい、イニシャル D で藤原拓海の声をやらせていただいておりまして、 MF ゴーストではナレーションと次回予告をやらせていただいております、三木真一郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、スペシャルゲストを迎えて、もう17年ぐらいですか、スタートしてからずっとやらせていただいてて、もう何でしょう、藤原拓海は友達みたいな感じではずっと付き合ってるのでありますが、どこに行っても愛されてる作品なんだなっていうのをすごい感じてまして、この間イベントでチリに行ってきたんですけど、ちょっと地球の反対側なんですけど、そこにも藤原拓海仕様の86が飾ってあったりとかするぐらいなので、本当にとても素敵な作品に出会わせていただけたなというふうに思っております、はい、はい。そして本作ではナレーションのオファーがあったということですが、当時の記憶、さあどんな印象だったでしょうか。いや、MF ゴーストが始まるという話を伺った時に、うわ俺出られないじゃんって思って俺出てこないじゃん誰それぐらいちょっとあーって思いました。それは、ただ、ね、ナレーションと次回予告っていう形で
参加させていただけるっていうのも本当に本当にね嬉しかったです。出られるじゃん。いや本当にテンションの上がり方が。いやいやありがとうございます。でももうあの冒頭のナレーションで。やっぱあのミキさんの声、たくみの声、なもうなんかちょっとこう聞いた瞬間にあの世界に戻ってくる感じがあったんですよ。だから繋がってきて、イニティが繋がってきて、今ここがあるんだなっていうのをめちゃくちゃ僕はまあ見て実感したんですけど、皆さんはいかがでした？ありがとうございます。大丈夫ですか？僕だって分かりましたか？あ、 ありがとうございます中さんどうぞあのでもそうですね、でも本当にあのミキさんには何かの形で、はい、あの出ていただきたいというのを希望を出していたんですけど、まあ、ちょっと叶うかどうか本当にもうあのアフレコの時までわからないという感じだったんですけど、あのっていう形であの叶ったっていう経緯ですかね、はい、ありがとうございます。まあイニシャル D を通して僕とミキさんもあの車のバートというあのチームを作ってレースをしたりしてたんで、なんかだんだんちょっとずつ車っていうのが分かってきて、で今回 MF ホストっていうのはなるべく車に精通してる人たちに出ていただこうというので、そこら辺をちょっと中監督とお話ししてみんなちょっと乗れる人を選んだつもりです。それでアフレコ現場ではちょっと乗れてない人は、スタジオの駐車場にスポーツカーを用意しておきまして、そこに、コクピットに座っていただいて、この状態でセリフを言ってみるとどうなるのって言って、その気持ちを作ってからそのまま出来たてのホヤホヤをスタジオに連れていくという、で座って撮ったりしてます。あの立って直立で撮っちゃうと発声変わっちゃうんで座って撮ったりで、なんか気持ちが分からなくて免許がない方は免許取りに行ったりしてますんでそれぐらいね、やっぱり演者さんって負けず嫌いの方が多いんですよ。だから そんな方を集めたっていうことが今回の MF 放送がちょっと いけるんじゃないかなと期待しております。はい、はい、中さんいかがでしょうか？そうですね、もう本当にあのキャストに関しては本当に皆さんもうねすごいキャストばっかり集まっていただいて、こんなにあの希望以上というか、なんかでも本当にあのいろんな意味であの今までのイニシャル D の世界観ですとか、あの自分がやらせていただいた新劇場も含めて原作も含めてですね、なんかこう継承するような形で今回 MF ゴーストっていうのをやりたいって思っていたので、あのキャストに関しては本当にあのすごく希望通りにある程度やっていただけたのは本当にありがたいなというふうに思っております。はい、さあ今美馬さんから実際にアフレコスタジオに車を持ち込んでということもありましたが、スタジオに車を持ち込まないんです駐車場近くの駐車場ということですね。これミキさんも当時はやはりそのようなことはあったんですか？僕はあれですね、イニシャル D で藤原拓海の声をやらせていただくことになって86買いました、自ら。はい、最初はほぼノーマルを一回作って、そこからあのエンジン壊れちゃったりするじゃないですか。これ長いですよこの話少しじゃあかいつまんだ形です。あのそれがね、長くなるパターンでしたね完全に。いや一回そういう空間に入るとお芝居で一個作業が減るので、やっぱりそういった実際の空間を用意していただけるっていうのはとてもありがたいなというふうにこちらのサイドは感じますよね。じゃあ内田さんも買います。いやいやいや、86これ本当にね、これあのめちゃくちゃ言われるんですよ。現場に行ってあの諏訪部さんっていう先輩と、そうです、存じてます、中村さんっていう先輩が86買わないのってすごい言ってくるんですけど、しかもいい声で言ってくるんだろう。いい声で、もう両翼ですごいいい声で言ってくる。ちょっとさすがに、まあ、僕も車は乗ってるんだって、僕自身も、なので、まあ、経験はしてるんでつって言ってるんですけど、でも実際やっぱスポーツカーってやっぱ普通の乗用車ともまたちょっと違ったりするので、それを実際の体感をそうやって駐車場用意していただいたりとかで、あのでも本当にそういう撮り方、丁寧な撮り方を本当に美馬さんはしてくださる方なので、僕もあのもっとそうですね、9年ぐらい前にスタジオで走らされたりとかしてたんですけど、皆さんのディレクションでですね、でもそういう実感があるからリアルな言葉になる。やっぱお芝居ってあのね、やっぱり、まあ、ある種嘘なんですけど、でもそこに真実を混ぜなきゃいけない。なのでやっぱ体感、リアリティですね、リアルじゃないリアリティを入れるっていうのを僕は美馬さんの現場ですごく教えていただいて、なのでそういう丁寧な作りで撮っていただいているこの MF ゴーストは実際車に乗る感覚とかそういったものを見ている方には感じていただけるんじゃないかなと思います。イニシャル D 本当にアニメになって
声優ファンでもアニメファンでも、かつ原作のファンもとても受け入れてくださって、原作好きなプロのレーサーの方たちもいたんですけど、アニメもひっくるめて応援していただいて、果ては世界の裏でも未だに人気がある作品ですので、ぜひぜひそのような作品になれるように、役を愛して作品を愛して、これからも MF ゴーストをどん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 盛り上げていってください。よろしくお願いします。そうですね、でも本当にイニシャル D は僕らの世代、本当にめちゃくちゃ車への興味とか憧れをすごく与えてくれた作品だったので、同じようにこう今の時代に MF ゴーストが車乗ってみたいなとか楽しそうだなっていう、そういうワクワク熱狂をしっかり届けられるように、またいっぱいいっぱい頑張って、皆さんに届けていきたいなと思うので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。今本作の魂の継承が完了しました。一応奥の方照明で見えませんよね。なんとなくで結構でございます。あの辺かなっていう感じで手を振ってください。イニシャル D の頃、放送が終わった後に皆さんが車の好きな方が、深夜に車に乗って暴走して、いろいろご迷惑をおかけしたという事実がございます。この MF コースとちゃんとコースを仕切ってやっておりますので、皆さんもぜひ、サーキットにいたことがない方はですね、この作品を見て一度サーキットに足を運んでいただけたら幸いだなと思います。今後とも MF コースとサーキット車愛していただけたら幸いでございますので、よろしくお願いいたします。1、2話見ていただいたと思うんですけれども、もう本当にこの後ろの話数もですね、スタッフ一丸となって本当にいい形で、現場も先ほど申し上げたんですけど、いい形でなんかこう盛り上がっているので、どんどんさらに迫力のある映像になっていってるかなと思うので、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。イニシャル D から多分この車のアニメというのが、まあ、それまでもあったと思うんですけども、こう認知されるようになってきて、その時は役者で車乗ってる人がほとんどいなかったんですよね。多分僕とあと何人かぐらいで、でそれからずっと年月を経て MF ゴーストが始まると、本当に車乗ってる人がいたりとか、サーキット走り回ってる人間もいたりとかするっていうのは、本当に何だろう、時代の流れというか、そういったものを感じさせてもらえて、僕自身も嬉しかったですし、また参加できたこと本当にありがたく思ってますし、ぜひぜひ、イニシャル D 同様にこちらの作品 MF ゴーストも多くの人に愛していただけるようになっていければいいなと思ってます。僕も出てはいますけども、これからどんどん宣伝していきたいと思います。あ、今日やっと言えるようになったんです、これ出てるよっていうのが、はい、今までずっと我慢してたんで、これから皆さんと一緒に僕もバン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 宣伝していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。MF ゴースト本当にですね、制作陣も非常に高い熱量で、制作に取り組んでおります。役者一同本当に役と向き合いながら、皆さんに本当に楽しんでいただける作品になるよう本当に頑張って、制作しております。イニシャル D の頃のあの熱狂、また MF ゴーストで皆さんと一緒に、作って、そして車、本当にみんなに楽しんでいただけ、楽しんでいきたいなと、本当にそういう風に感じております。ぜひ、MF ゴースト、原作そしてこのテレビアニメ MF ゴーストも、どうぞ皆さんたくさん楽しんでください。よろしくお願いします。放送を見てください。ありがとうございました。皆さんの皆さん、たくさんの皆さんを盛大な拍手でお見送りしましょう。